はい、こんにちは、こんばんは。白銀のハトです。今回は期間限定イベント復刻投票について、配布サーバントでおすすめのイベント紹介していこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。で、まあこれに関してはあくまで復刻で配布がいるイベントのみを選出します。なので基本それがないイベントは今回省かせてもらいますので、そこだけご了承くださいっていうのと、まああくまでこれは配布サーバントのみでお話ししていくという感じなので、配布サーバント以外の内容を見たいよっていう方に関しては右上のびっくりマーク、もしくはコメント欄の再生リストから調べてもらえればいいかなと思います。ということで早速お話ししていくんですが、今回のイベント合計38個あります。で、38個のイベントの中でまあどれぐらい配布サーバントがいるかというお話なんですが、こんな感じとなっております。合計の数で言うと17機のサーバントがいるという感じですね。で、17機のサーバントに関して、まあ一応強いサーバントが本当に多いんですよ。というか一応というよりもほとんどのサーバントが強い、もしくはどっかで使える性能を持っているっていう感じですね。あ、ちょっと一部サーバントが何とも言えないなーって思うんですが、まあそこは置いておきましょう。で、アニング入っているんですけど、アニングに関してはフレンドポイントからミシシッピのイベントですね、これをやることによってフレンドポイントで入手することが可能となってます。まあ実質配布サーバントのようなもんだろうと思ってるんで、今回のイベントで今回のやつで、採用させてもらっているという感じです。で、それを踏まえた上でまず省いていっていいなって思うのは、過去入手できたキャラクターは省いていいかなと思います。巡礼の祝祭で入手できたグレイと、前回のクリスマスで復刻があったアニング、ここはオフにしちゃってもいいかなという感じです。絞っていくってなるとむずいんだよな。まあ先に弱いキャラクターから置いておきま、消していきましょう。はい、セタンタ君は別にいらないです。それ以外は全部強いんだよな。まあ強いて言うんだったらエリセが強化待ちだなっていう感じはするんですが、そうですね、まあこの中の性能で言うとエリセはちょっとそこまで強くないということで、まあ省かせてもらいます。で、それと同時に、キイチ師匠ですね、これに関してもちょっと上にねやべえやつがいるので省かせてもらうという感じです。ここのキャラクターたちって全員強いんですよ。なのでどれもおすすめって言いたいんですが、補助系宝具もオフにしちゃっていいかな。基本周回等で使うっていうのは全体攻撃とかやっぱ攻撃系宝具となっているんで、まあマルタさんもオフにしていいか悩むんですが、基本周回で使うサーバントって単体か全体かっていうと全体宝具となります。で、そのことを考えるとまあ単体宝具は省いてもいいなと思うので、ここの3機は省いておこうかなと思います。まあこの中でやっぱり使い勝手がいいキャラクターを選んでいきたいなと思います。そうなった際にエッチャンに関してはフォーリナーということで使い勝手が少し悪いというので、はい、省かせてもらいましょう。ただちょっと待って、ただそれ以外ちょっと待って、それ以外全員強いぞ。全員強いんだけど、まずい。え、普通に強くない？ここで省くキャラクターおるか。いや、え、おらんくない？クラス順で見た際にプリテンダー、フォーリナー、アルターエゴ、アベンジャー、ルーラー、アサシン、ライダーでしょ。いや、普通に全員強いなぁっていうのと、まあ強いて言うんだったらネモのイベントは1個前のイベントで入手することができました。ただ 6.5 章クリア前提なんだよね。で、 6.5 章クリア前提ってなった際に復刻するよってなって、どのタイミングで復刻来るか分かんないんですよ。急に来られたら、いやまだ 6.5 章終わってないよっていう方もいるかなと思うので、はい、ネモに関してもちょっとオフにしましょう。はい、今回はもうしゃあないです。この中でおすすめのキャラクターお話ししていくんですが、この中で言うとやっぱり俺は水着ワルキューレかなと思います。はい、水着ワルキューレやっぱ強いです。まあ NP20% 単体に付与してくれるし、スター獲得でクリティカル運用できるし、水着ワルキューレ、あ、まあワルキューレの NP 獲得量を3ターンアップしてくれます。で、攻撃、アーツ9、クリー力アップ等を持ってるということで、自己完結してるアタッカーとしてはマジで水着ワルキューレは優秀で、かつ宝具が
敵全体に強力な地属性特攻の攻撃ということで、アサシンで火力出せないを地属性特攻で補うことができる。これはシンプルに強えなって思うので、オルトリンデが一番おすすめになるかなという感じです。まあただアーツの全体のキャラクターがいればアサシンということでね、優先順位っていうのは下がっていくんですが、まあ普通に強いキャラクターとなってるんで、まあ水際ルキューレが一番上でいいかなと思います。でそれ以外、いや2番目におすすめこっちかな、イオかなと思います。はい、イオに関してなんですが、まあアーツ性能を上げてくれると神聖特攻を持っています。これがシンプルに強いっていうのと、自身の NP を 30% 増やしてくれる。これによってアペンド20、イオの NP30NP50% 霊装でシステムを組むことができるっていうのは普通に強い。あとは味方全体の攻撃力アップしてくれるということで、まあバッファー運用することも一応可能ってことを考えると悪くないかなと思います。あ、スター獲得持ってんでクリティカル運用もすること可能かなって感じだね。で、宝具に関しては自身の宝具威力を上げて敵全体に強力な攻撃、呪い状態付与、呪薬状態付与という感じなんですが、まあシンプルに宝具3ターン上げてくれます。システムする上で宝具を打てば打つほど火力が上がってくれるっていうのはシンプルに強えなって思うので、イオが2番目におすすめのキャラクターかなという感じです。あ、で言ってなかったんですが、水着のワルキューレに関してはイベントで言うとアークティックサマーワールド、まあ水着イベントですね。でイオのイベントに関してはグダグダ山大国あのいうイベントとなっています。でそこからこの4期の中でおすすめってなったら、まあ一応この子かなってなるんだけど、よくよく考えたらノクナレアって去年の水着イベントなんですよ。さすがにみんなゲットしてただろうという読みでちょっと省きます。はい、省いた上でお話しすると、あーこの中だったら俺はクモンリュウエリザ結構おすすめです。この子に関してなんですが、プリテンダーということでクラス相性の有利が取りやすいっていうのと、この第2スキルの量産箔の NP を 20% 増やしてくれます。これ第一スキル使うことによって確定で味方全体に NP20% 配ってくれるので、周回等で使えるっていうのは悪くないかなと思います。まあ、あとは混沌秩序中立とかのバフがいろいろあったりするんで、そこのこと考えるとこの子結構おすすめだなっていう感じはするかな。で宝具に関してはバスター宝具で宝具威力上げてくれるということで、火力も出しやすいってこと考える、オベロン運用もしやすいって考えると、まあ悪くないかなという感じです。はい、まあシンプルにプリテンダーで運用できるっていうのは悪くないかなという感じかな。はい、でこの2人正直大再生君と謎のランマルに関してはどっちでもいいなって感じなんだけど、まあクラス相性の有利が取りやすい的なことを言うと大再生君になるかなと思います。まあ大再生君に関してなんですが、シンプルに NP30% チャージ持っているのと宝具威力上げてくれる、かつ味方全体のアーツ NP 獲得量上げてくれるんですよ。システム軸のサポートで使えるっていうのも悪くないかな。あとはスター獲得とかも持っているので、クリティカル運用でも使えるっていうのは悪くないかなと思います。で宝具に関しては敵全体に耐災の渦状態、死亡時に味方全体の防御力を3ターンダウンし、呪い状態、呪薬状態、発動する状態を3ターン付与、呪い付与、強力な人の力を持つ敵特攻ということで、人の力を持つ敵特攻っていうのがやっぱり使えます。プラス倒せば倒すほど相手に対して呪い、防御力ダウン、呪薬状態をばらまき続ける、デバフを与え続けるっていうのは結構使える場面があったりするので、大再生君アルターエゴで、4騎士に有利取れるプラス人の力を持つ敵特攻持っているっていうのは悪くないかなと思います。やべえ、なんかちょっと噛み癖がひどいですね。で最後、謎のランマル X なんですが、まあこの子は自身の NP20% 持っているっていうのと、まあクリティカル運用ができるアベンジャーという感じです。でそれ以外だとどうだろうな、まあ宝具でシステムを組むことができるっていうぐらいかな。まあここ最近アベンジャーの全体キャラクターが一応追加されているので無理する必要っていうのはないんですが、アベンジャーが欲しい方はまあ狙いに行ってもいいんじゃないかなと思います。
というので言うの忘れてたんですが、まずクモン竜エリザに関してイベントはハロウィンリベリオン、そして大再生君に関しては水海クライシス、そして謎の乱丸 X に関してはグダグダ龍馬危機一髪という感じになっています。まあここら辺のサーバントが個人的なおすすめになるかなという感じです。でやっぱ一番おすすめ、2番目におすすめっていうのはオルトリンデとイオになるかなって感じです。でこうなった際に単体宝具でのおすすめないのっていう声があると思うんですが、単体宝具のおすすめはライダーのエリちゃんと水着のダヴィンチちゃんですね。でこの2人のうちどっちがおすすめかっていうと、個人的には水着のダヴィンチちゃん、ルーラーダヴィンチちゃんがおすすめとなります。でこれなんでかっていうと、ライダーの単体キャラクターってめちゃくちゃ巡礼の祝祭で復刻されてるんですよ。単体のライダーここでわざわざ狙うかって言われるとコスパが悪いなぁと個人的に思うので、水着のダヴィンチちゃんがいいかなと思います。そして水着のダヴィンチちゃんは味方単体に NP20% 増やすと NP 獲得量を上げてくれる、味方単体に旧アーツバスター性能を上げてくれる、味方全体の防御威力を上げてくれるということで、自身でぶん殴っても強いし味方をサポートしても強いキャラクターとなってます。まあサポート運用もできるしアタッカー運用できるっていうのは悪くないかなって感じです。で防具に関しては自身の防御威力を一旦アップし、敵単体に超強力な攻撃、ランダムに選ばれた弾の色によって異なる効果が発動、緑だった場合スター大量獲得、青だった場合味方全体の NP、 赤だった場合味方全体の攻撃力アップという、まあ面白い防具を持っている感じだね。で正直色によってバフが発動するに関してはランダム要素となるんで俺はあまりおすすめはしません。ただこの子自体バスター防具で火力が出せるっていうのと、シンプルに宝具5でルーラー運用できるっていうのは悪くないなと思うので、この単体2機で言うと水着のダヴィンチちゃんがおすすめという感じです。で一方シンデレラのエリちゃんなんですが、この子は自身の NP30% チャージプラススター大量獲得30個持ってます。これによってねクリティカル運用と宝具運用が自己完結できるっていうのがめっちゃ強いです。でかつ第2スキルでバスター性のアップと猛獣特攻を付与してくれるということで、猛獣特攻ここ最近刺さるんですよ。地味に刺さるということで割と強い特攻となってます。で防具に関してなんですが、自身の弱体状態を解除し味方全体の童話特性のサーバントの攻撃力をアップ、敵単体に超強力な攻撃ということでシンプルに火力が出せます。まあバスター宝具ということで特攻も持ってるし、童話特性のサーバントは基本気にしないでいいっていう感じなんですが、エリちゃんには乗ったりとかするのでそこ考えるとまあまあ強いなという感じです。はい、というのでまあこの2機で言うと個人的にダヴィンチちゃんがおすすめかなという感じです。それを踏まえた上でまあ個人的に配布サーバントが強いでおすすめのイベントはこんな感じになるかなと思います。まあ左から順にハロウィンリベリオン、そしてグダグダ茶の湯、水着のアークティックサマーワールド、ハロウィンライジング、そしてカルデアサマーアドベンチャーがおすすめという感じですね。でまあこっからちょっと余談になるんですけど、イベントどれが美味しいのっていうお話なんだけど、イベントの美味しさはやっぱりダヴィンチちゃん、水着ダヴィンチちゃんのカルデアサマーアドベンチャーとイオのグダグダ新山大国、この2個がめちゃくちゃおすすめとなっています。なのでねやっぱこの2つだけはねなんか全てにおいてねなんか切り離せないんですよ。シンプルに霊装も強いし、霊装もある程度使えるし、配布サーバントも強いし、素材も美味しいしということで、もしねまとめて全部欲しいって思う方に関してはイオかダヴィンチちゃんのイベントを選んであげるといいかなと思います。ただ配布サーバントで言うと水着ワルキューレ、そしてシンデレラのエリちゃん、クモン竜エリザに関しても普通に強いキャラクターとなっているんで、まあここら辺この子たちを狙いに行くために投票するっていうのもありかなと思います。で、あくまで今回配布サーバントでお話ししたんですが、もし自分の好きなイベントがあるならばそっちを優先してください。これはあくまで配布サーバントをメインでお話ししていたっていうだけなんで、自分がこのイベント楽しみたいなって思うんだったらそれに投票するのが一番です。あくまでこれは配布サーバントで参考にしたいなっていう方に向けての動画という感じでしたので、はい、まああくまで参考程度に見てもらえたなら幸いです。
以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。参考になったよって方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。Thank you.